どうも、トマピーです。どうも、ヤソカです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日は海に行きます。炎の海にな。ってことでマジックザマガオキツマガオ刺さった。はい、ということで今日はマジックザギャザリングパウパー対戦赤タンバーン対ジュゴンオーラーやっていきます。ということで燃やしてします。まあ、バーンといえばね、はい、パウパーずーっとあってきて、ね、はい、火の海にします。はい、対して今回僕使うジュゴンオーラーはそのね、一枚一枚のうねるボーグとかそのね、相手から選ばれたクリーチャーにエンチャントをペタペタ貼って、まあ、勝つというデッキになってます。クリーチャーが焼けないっぽいんで本体焼きます。はい、ただこっちのデッキは結構ハンコンつくね、エンチャントとかも入ってるんで、うん、まあどんどん気づいたらライフが回復している可能性も高いですね。はい、ダメージ対回復っていうね、はい、戦いどんな戦いになるのか一緒に楽しんでよっしゃい、お願いします。お願いします。先手後手感は強いな。あるね。あるね。まあ多分モダンとかのジュゴンオーラだったら手も足も出ないんだけど、パウパーだとちょっと2色でさ遅い展開とかもあるからね。そっちがちょっと弱いから。単色なのを生かして本当に早く焼き尽くすこともできるかもしれないの。そんな速速とか引かれるかどうかが。あとなんかさ、ハンコンのやつをさ自分でこうなんかブロックして焼いたりとか、そのワンチャンない。あんまないかな。足りなくなる。まあゼロではない、もちろん。1ターン目添いの速走、2ターン目添いの速走、添いの速走、うん、ズーデッキよりでかいよね。それできたら、はい、3キロだからね。いい音だね、うん、いや、いいですね。これ5個も来たら大体さ、散らかる。お、すげえ、待って16、ちょっと待って、はい、揃った。あ、そう、はい、16先行で。あ、さあ来い。あ、来てるじゃん。これ来てるよ、翔太くん。いや、来てないね。え、来てるよ。やるか。ちょ、手札に土地と赤いカードしかないんけど、これ多分事故ってないよね。うん、使用か正体やな。ユートピアで、白、終わり。一旦クリーチャー出してこないんだね。うん、ドロー、まあ、あんまりいない一旦です。セットランド終わろ。終わりますか一旦。はい、一旦作戦があるから俺には。確かに緑、はい、フォーグ、はい、で緑白、はい、石膏、はい、カルト集貼ります。OK、はい、トークン出ました。一日先生攻撃とトークンついてます。はい、終わりです。ドロー。熱錬金術師、あ、溜めてきた。はい、03タップで1点、インスタントソーサリーでアンタップ。はい、終わり。警戒とか2日先生ポテンシャルすごいよこいつは。あ、まだ、祖先の仮面、はいはい、エンジャーズでクイーチャーはバインデル、他のエンジャーの下につきプラニプラニ、ここあるんで、はいはい、ライオンなんです、はい、66と11と反抗ないもんね。はい、はい、これブロック、はい、じゃあ7で OK、 13終わり。なんたくドロー、かわいいもんだぜ。熱錬金術師、はい、どうぞ。終わり。おー、もう次のターン勝つ、殺しに来た。やるよ、回復しなかったらもう決めるよ。じゃあアルマジドクロブ引けば勝ちってことか。それはやばいよ。また後ろ天井の鎧、はいはいはい、エンチャンさせてクリーチャーはエンチャンと1個につきプライチプライチ、緑でフォーグ出してアタックあります。はい、はい、何点、はい、はい、これブロック、ブロック、これがしないやろ。2、3、6、7、8、9、10、11点かな。はい、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11点。はい、2、石膏終わり。はい、本体1点、19アンタップ、はい、ドロー。全部もう火力溜め込んだでな。あ、でも土地が多いな、はい、土地。もうラストターン2点、17チェインライトニング本体アンタップ、14本体2点、12
セインライトニング本体アンタップ9 2点7ラバダート本体アンタップ6 1点2点4ラバダートバックで本体アンタップ32点1カネハ本体アンタップ2点はい、すごい。いやちょっとなクリーチャー引きすぎたな。ダブル錬金そうだ、ハンコン1枚あったら終わり。まあもう1個エンジャーズでもよかったね。そうだね、そうだ、ボーグルチャンプだったから、チャンプ逆にハンコンなければいけることもある。今ちょっとこっちもぬるかった、うん、こっちいっぱいですごいね。熱錬金2枚いると一気に削るね。ラバダートと相性が1000個もらいます。アッキシュートとパーツ結構かぶってるんだけど、どっちの方がいいんだろうね。どっちも多い。まあ熱錬金の一応コッパか突破できそうじゃない。確かに、それそれで言えば。割り勘します。互いはあまり。はい、キープします。はい、キープします。した。埋める防具、終わり。そして、ソーイングソックスアタック、終わり。先生との行きは、4枚入れて、エンチャント加速器をもらいます。もらおう、はい、ランカー、はい、3点、終わり。17アタックドロー、アタック本体、熱烈剣術勝利。あー回復5点、はい、5点、12、これはまずいぞ。終わり。次祖先の呪いでゲームセット。ドロー、おい、あーあ、これセット。本体1点、22、本体3点、19、18、稲妻本体15、本体1点、14、稲妻の朝11、4点、7、終わり。いっぱい出てきた。5点回復なかったらもう勝利すぐそこなのに、あと1点なのに。あと1枚引きます。はい、あ、まだ分かんないな。強化しないでよ、あんま強くない。強化した。7点、はい、5、14、終わり。無理じゃない、本体1点、13、ドロー。あの次ブロックできるか。1点打って12、本体3点、アンタップ9、2点、8、終わり。7、エンチャント終わり。足りなくなった。1、2、3、4、5、6、7、うん、15。バカにしないでよ。4点、負けました、はい、ありがとうございました。じゃあもう一本いっときます。最後いっときますか。ちょっとお腹いっぱいな気もするけど、本当に嫌いなので、まあ、先行もちょっとやらせていただきたいということで。確かに。早い早い、レディゴー。先行、ナイス。ソインの速速アタック、1点、1万の石膏、終わり。ドロー。速速アタック1点、1点後ろに近術し、終わり。まずいまずいまずい。ランカー、はい、3点、終わり。17、ドロー、1点、17、チャンネル本体16、14、タップ、待機、はい、1点本体13、ラバダート本体12、アタック、3点アタック、9、終わり。さあ、はい、できます。はい、9でしょ。アルマジオ、アルマジオあるんだけど、はいはい、やだね。14、14、13、14、4、いや足りるなこれ。どうする、
御殿堂は絶対ないのか。縦といったら2、4、これが御殿堂ないから、ね、殴った方がいいのか、うん、殴んなきゃダメだな。そうね、5点、12、14、はい、1点、13、アンタップ、アップキープ1点、12、反対、9、アンタップ、はい、はい、1、はい、ドロー、本体1点、8、張り落とし本体1点、強い、7でドロー、はい、で100、あ、本体1点、6、100カッサス、5、4、3、1点、タック、はいはい、バザート、マイナス1、バン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 、マイナス3、マイナス3、ありがとうございました。はい、ということで今回の結果は2対1で赤バーンの勝利でした。だいたい4ターンで終わるね、このマッチは。いけるときはいけるね、うん、そうだね、どっちが勝つにしても4ターンで結果がついてるから、そう、サクッと楽しみたい人にはいいマッチかもしれないけど、これを楽しめてるかどうかで、でも相互介入性が低すぎて、まあ、パヨパヨの大会とかだと多分よくありそうなマッチなんだけど、まあ、相互介入性は本当に低くて、これサイドボード入るとどうなるのかなっていうのをちょっと気になるんで見てみると、まあこっちはもう分かりやすいね、こっちはね、ないね、ライフゲインしないでとかエンチャント割るとかないから、か、うん、サイドボード1枚も入んないぐらいかも。これ軽減できないか、これ軽減できないやつ、サイドボード入んないとか思ってた、うん、これ1枚も入んないね、サイドこっちの方が一応ライフリンクス、あ、全体1点が、ああ強い、全体1点が3枚入ってて、うん、確かにそれは強い、強いな、魂、うん、スピリットリンク2枚とフリーウィンドファルコン4枚、4枚、プロテクション赤飛行1127、やばっていうことなんね、はいはい、はい、分かりました。マッチとしてはさすがにどうなんだろう、水城有利だって、いやーまあ印象かもね、かも、まあ、ちょっと有利かなぐらいだけど、先行大事だね、最初に休めて、別になんか思ってる以上有利ではないそこまで、確かにモダンの感覚だともう絶対的に水城城が有利って感じだけどね、パウパーだと違うね、単色でやっぱ回りやすいのはパウパーでは武器ということで、はい、はい、赤タンが環境上位にいます。ということでいかがだったでしょうか。今後もね、いろんな対戦動画やってきます。よかったらチャンネル登録、動画の評価お願いします。皆さん、Twitter、Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。